ソビエト連邦の保有した 2K11 輸送機律発射機輸送機律発射機は地上発射型のミサイルを搭載して輸送し発射時には搭載したミサイルをそのまま機律させて発射することができる車両のことである。防衛研究所では発射台付き車両と呼称する。 初期の地上発射型ミサイルは地上に固定設置された発射台から発射されていたが固定式の発射台はひとたび敵に発見されれば攻撃に対して脆弱となりミサイルの再配置も困難であるという問題があったそこでミサイルの発射台をトラックやトレーラーに搭載して移動式とすることが考えられた移動式の発射台は自在に移動して どこからでもミサイルを発射できるほか、トンネルや建物の中に隠れておいて、偵察衛星や偵察機に発見されることを防いだり、空からの攻撃を避けたりすることができ、発射前にミサイルが発見、攻撃される可能性を大きく下げることができる。地上発射型のミサイルは上方に向けて打ち出されることが多く、特に大気圏外まで高速で上昇する弾道ミサイルは、 空気抵抗を最小限に抑えるため垂直に発射される。一方でミサイルを搭載して移動する際にはミサイルをできるだけ水平にした方が移動時の安定性が高い。そこで通常はミサイルを寝かせておき、発射時にミサイルを起立させる方法が取られる。ミサイルを斜め髪型に発射する場合、ミサイルを目標がある方向に向けるために発射機は、 旋回可能になっていることが多い。一方でミサイルを垂直に発射する場合は発射されたミサイルはある程度上昇した後に目標の方向に向きを変えて飛翔するので発射機に旋回機能はない。電話は射点につき発射直前の準備を行っている間が攻撃に対して最も脆弱であるが比較的古い設計で液体燃料を使用する。 スカットミサイルでも発射準備に要する時間は1時間ほどで、個体式燃料を使用したミサイルであれば、準備時間はさらに短くなると考えられる。移動、隠蔽が容易で、事前に発見することが難しい電話と、発射から着弾までの時間が短く迎撃が困難な弾道ミサイルの組み合わせは、戦略上の大きな脅威となり得る存在である。実際に、湾岸戦争と、 イラク戦争では、イラクのスカットミサイルを破壊するために大規模な空爆が行われ、電話の位置を特定するために特殊部隊も投入されたが、スカットの発射を完全に阻止することはできなかった。なお、ミン -104 パトリオットシステムは、原因式の発射機輸送車であり、モバイルイレクターランチャーズ、直訳すれば、移動式起立発射機、省略型では、メルと呼称される。 輸送車兼用規律式レーダー装備発射機は電話と同様にミサイルの輸送、発射能力を持つとともに目標を捜索・追尾するレーダーシステムやミサイルの軌道を修正するための誘導指令装置などの支援装置を一つの車体にまとめて搭載している。通常の移動式、ミサイルシステムはミサイル発射機搭載車のかにレーダーや射撃管制装置、指揮統制装置、 中継装置などを搭載した多数の支援車両から構成され、ミサイル発射機単体での戦闘は行えない。しかし、ティラーには自立戦闘能力があり、支援車両の状態や存在に関わりなく各社が戦闘可能である。また、支援車両が不要となるために、機動力を高めることができ、身軽な運用が可能になる。ティラーは、下空ミサイルの発射機として用いられ、 特に短距離地対空ミサイルの発射機に多い。これは短距離地対空ミサイルや短距離用レーダーは、比較的小型で同一の車体に搭載する余裕があることに加え、前線近くに配置されることから高い機動力を求められるためである。また、トランポランチャーレーダー、直訳すれば輸送車兼用レーダー装備発射機は、ティラーと同様に、 ミサイル発射機とレーダーを一つの車体に備えるものの、ティラーとは異なりミサイルを起立させる能力がない。トラーのミサイルは発射準備位置についた状態で搭載、輸送される。例としては9 k 3 3 0トールがあり、このシステムのミサイル発射機は垂直発射システム形式をとっている。なお、自前のレーダーを持つティラーやトラーであっても他の車両と連携することがあり、 指揮統制車両とリンクしたり、目標の取得、指示及び誘導レーダーから取得した、目標情報を利用したりする場合がある。中華人民共和国ロシアドイツ、アメリカ合衆国アメリカ合衆国北朝鮮、略語集防衛研究所。2020年9月1日閲覧。選手防衛下の敵地攻撃能力をめぐって、弾道ミサイル脅威への一つの対応。 2020年6月30日閲覧。FM44 から94アーミー、エアミサイルディフェンスコマンドオペレーションズ、グロッサリ、パートアイ、アブリビシャンズアクリニムズ、アットフェデレーションオブアメリカンサイエンティスツ、ウェブサイトハット、北朝鮮、新型 ICBM を公開世界最大化。AFP、2020年10月9日閲覧。ウィキメディアコモンズには、 輸送機率発射機に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。